市消防本部です。今回は志摩市消防本部で運用する映像通報システムについてご説明します。この映像通報システムはスマートフォンで撮影した現場や救急搬送が必要な方の映像を消防へ送信することができるため、通報者の方に現場での対応を案内することができます。また消防側から応急処置の映像をスマートフォンに流せるので119番の見える化が実現します。では実際に使用しているところをご覧ください。消防119です。火事ですか？救急車ですか？救急車お願いします。救急車ですね。どなたがどうされましたか？車と歩行者の事故みたいです。男性が倒れていますが、通りかかりなのでよくわかりません。わかりました。映像通報にご協力いただけますか？わかりました。では通話をスピーカーにしてください。今お使いの携帯電話にメッセージを送りましたので、電話を切らず内容に従って操作してください。メッセージにある URL にアクセスして選択肢をタップすると、カメラが起動しますので現場の様子を撮影してください。その映像が消防へも映し出されています。この映像通報システムは119番オペレーターが必要と判断した場合に、通報者の方に協力をお願いして使用します。なお通報していただいた方に通信料がかかりますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。